さんです。どうも、こんにちは。こんにちは。あ、室井なんか新しい呼び方あるんだって。ルーマサ。なんか市政かまぼこのお友達みたいな。マサルじゃなくて、ルーマサになっちゃったの。ルーマサっていうとなんか何人か分かんないね。ルー大柴みたいじゃないですか。ルーマサってすごいよね、はい、呼ばれて嫌じゃなかったらこれからそうなります。ルーマサですね、はい、分かります、はい、さて今日は、うん、今日はねてんこ盛りですね、うん、本当に、はい、なんと何問題、最初にてんこ盛りの内容を教えて。3つ蓮舫辞任と稲田、ね、蓮舫辞任が一つ、稲田さん辞任が一つ、それから森友、うん、森友、うんうん、家計問題はもちろんあるんだけど、うんうん、この3つ、うん、この3つ中心ですね、はいはい、で最初は、うん、蓮舫辞任っていうのは、まあ、仕方がない面はあると思うんですけど、うんはい、あ、なんか動いてる人たちがなんか民主党政権の末期みたいで、うん、ちょっと嫌な感じですね、正直。あ、そうなんですか。動いてる。っていうか、あの政経軸、うん、松下政経軸って、うん、まああの、福山哲郎とか山井とか、はい、あのまともな人もいるんだけど、はいはいはい、なんか日本会議に所属してるような人たちもいて、うん、あの自民党で立てないから立ったみたいなね、うん、原口もそうで、原口和弘、うん、あの佐賀の、はい、うん、あれがあの二重国籍問題でまず足を引っ張るじゃないですか、うん、で今前原が異様に元気じゃないですか、はい、で山尾しおりって期待のホープだったけど前原グループですよね、はい、あ、そうなんですか。彼女は横浜市長選で、うんうん、あの要するにあの林文子でしたっけ、はい、市長ですね、現市長が、はい、あのカジノで組んじゃって、はい、それでなんかあの菅さんですよね、うん、菅官房長官と一緒に組んじゃってるんですよ、うん、そこに民主党が応援に行っちゃって、うん、野党側で出てきてる、うん、そのもうあのカジノやめて中学校給食、うん、横浜だけやってないんですよ、はいはい、にそんな金あったら中学校に給食やろうじゃないかっていう、まあ、貧困問題もあるしね、はい、そういう動きの中で分裂しちゃってるわけですよ、うん、そうなんだよ、ね、仙台市長選はさ、うん、ちゃんとだけどあれだってもう圧勝で勝てたわけじゃないじゃん、やっとそうそうそう、市長、横浜市長選すごいよね、ひどい。で、まあ、前原が、うん、なんかまた元気になって、うん、あのなんか候補になりたがりで、うん、あの 保守のエネルギーが今満ち満ちて、小池百合子 の都民ファーストが、うん、あのこんだけ大勝したし、うん、憲法改正論議を堂々とやろうじゃないかとか言ってまた立つわけ、うんうん、ピンとボケてるよねこの人。あとあれ既存政党に対する脳が、うんはい、ああいうエネルギーになっちゃったわけで、うんうんうん、あなたみたいな人に対する忌避 の、うん、あのエネルギーですよ、うん、ということが自分で分かってない、うん、前原さんとあと、うん、枝野さんでしょ、うん、出てくる。だから今表は前原さんと枝野さんが、うん、っていう形になってるけど、そうそうそう、ヤンバダムとか日本航空潰さないとかいろいろ言ってて、うんうん、まともにあのちゃんとした政治的なあの成功一つもないんだよ。前原さんとあの自民党とって意外となんか違いが分かんない。分かんないですよ。分かんないけど、だから日本会議だから、日本会議グループだからダメですよ。ないんだったら自民党じゃない、それじゃあ。だから違うの。だから政権時がもともと自民党立てなかった人たちがそういう形で立ってるのは結構多いですよ、民主党の中に。だからで、うん、要するに政権が危なくなったなんかしたりすると、うんうんうん、あのもう引っかき回すみたいな状態になってて、僕はで混乱するの読んで、稲田さんこの時期にあとちょっとで改造なのにやめたんだと思うんですよ、うんはい、2つタイミングがあって、1つは特別監察が出ると、うんはい、それからこの野党が混乱して追及されないうちにやめちゃおうっていう、こういう2つだと僕は思うんですよね。これは僕の意見だけど、それで特別監察があの稲田さん1時間聴取しただけだから、ちゃんと調べてない可能性あるわけですよ。でももともと特別監察は稲田さんがやりなさいって命令したわけでしょ。だからさ、これはすごくあのひどくて、知らないって言ってたわけじゃないですか、もともと日報問題知らないって言ってた。だから建前上特別監察で、うん、出てあるってことが分かっちゃった時点で、特別監察やらざるを得なくなったわけですよ、はいはい、うん、特別監察やらなきゃあの、うん、文民統制が取れてないから、それを、うん、あの取り締まらなきゃいけないっていうふうに動いたわけで、ところが、あの自分が、あの隠したっていうことを隠すために特別監察をやったとしたら、これ、とんでもないことじゃないですか。そうだな、そうだ、とんでもないことじゃないですか、で現場は
あの、うん、7月 の, あのいわゆる、うん、あの戦闘状態の時、うん、去年の7月南スーダンでの戦闘状態です、ね、その時の日本もあるのかっていうフジテレビが掴んだメモ、うんうん、そので、うん、そういう形で出てきちゃったわけですよ、はい、現場は不満があるわけだ、うん、それでそれを日報を隠すって当たっては、うん、その官僚のトップは、うん、自分が現場を無視して、うん、自分で独断でやっちゃうと、うんうん、あと自分が爪腹切らされちゃうじゃないですか、はいはい、だから大臣に確認を取るんですよ、うん、なるほど、普通で前川さんの関連で言えば、うん、あの文科省の文書でも、うん、しばしば石破さんや麻生さんの名前が出てくるんですよ、うんうん、あれは要するに加計学園の、うん、あの獣医学部が4条件に適切に合ってないかどうかということで、うん、その当時の大臣に言質を取るわけですよ、うん、官僚だって自分の責任されちゃ困るから、うん、あの政治家の大臣の言質を取って、うん、それで自分を防衛するわけですよ、うん、で当然のことながら、うん、あの陸上自衛隊のこの幹部も、はい、その防衛のために聞いちゃったわけですよ、うん、それがあのフジテレビ系の、うん、あのがスクープですね、スクープで抜いて、はい、しかも手書きのメモだからすごいリアリティがあって、うん、こうでそれが出てきちゃったと、うん、そこの中には稲田さんが明日どういうふうにやって答弁しようって知っちゃってあの、うん、戸惑って喋ってることも書かれてるんですよ、うん、だとしたらね、これで幕引きして野党が混乱して追及しないと、力が弱くなってると、候補者の票読みかなんかでうろうろしてるとき弱くなってると、おまけに特別監察が出て、これがいい加減であったとしてもだよ、ちゃんと大臣や政務三役の追及してなくても、これで終わりですって幕引きをする可能性があるわけですよ。でここであの野党はとにかく絶対にあのひるまずに、あの稲田さんが岡部 陸幕長、そうですね、ここから、はい、黒江さん、黒江事務次官、はい、うん、これ、まあ、湯浅あの陸幕副長っていう人もナンバー2ですね、そうナンバー2もしばしばそのメモに出てくるので、うん、そういう人たちをちゃんと国会に呼んで事実関係を正すっていうことが大事だと思うんですよ、うん、矛盾してるから。でこれを、うん、でももう全部の問題もなんかこう防衛省の問題も文科省の問題もなんかこうずっとやってたんだなっていうか、でもこのなーなー感っていうか、正せっていうけどさ、記憶にございませんって言ったら済んじゃうんだからさ。だけどそれはないと思うんだよ。だって国会これだけあの、うん、大事な本当はいろんなことを議論しなきゃいけないのに、もう無理くり承認喚問を拒否したり記憶ないとかさ、から言った答弁をまたコロコロ変わるとかいうことをやって、時間をすごい数で浪費してるわけですよ、税金で。でしかも真実は一向に明らかにならないで、みんなすごい国民が不完全燃焼感を持っているっていう状態がずっと続いてるっていうのは、これはもう本当に良くないことだと思うんですよ。国家が機能してないってことと同じだから。でもう一つ重要なことは、うん、森友問題で、はい、NHK が、まあ、大阪だからかもしれないけど、はい、NHK が久しぶりにね、あのちゃんとあの抜いたんですよ、はい、大阪地検が、うん、これはあの大阪地検に対して、うん、あの、うん、補助金詐欺で、うん、籠池夫妻を捕まえようと、うん、する動きに対して、うん、268人の法律家たちが、うん、牽制するために近畿財務局を告発したんですよ、うん、でそれの影響もあって、うん、大阪地検の中で調べた内容が漏れてきちゃったわけですよ、はい、でそこの中で非常に重要なのは、うん、事前に交渉してたと、うん、価格交渉してた、うんうんうん、森友側は1億、うん、なんだっけ3600万が上限だって言ったら、うん、あの近畿財務局はゴミの撤去費用もあるから1億3あの3200万円以下、うん、森友側は1億6000万までだったら払えるみたいですね。3200万っていうのは財務局がそう言ったわけ、うんうん、でその後のこのニュースは非常に経過をちゃんとしっかりフォローしていて、あの実際にあの こういう価格が出てきてから急激にあの大阪の近畿財務局が動き出して、そしたら普通民間事業者がやるあのいわゆるゴミ撤去の費用の見積もりを大阪航空局にという異例の処置を取っちゃったわけ で、よくあの室井さんが言ってるように、なんか すごい
2万トンあるはずのゴミが、うん、その190だから200万トン以下で、うんうん、100分の1も200トン200トン以下で、あの100分の1で、うん、そんな金使ってねえじゃないかっていう話になって、うん、で8億なんぼ2000な何千億だったっけあれ、うん、あの値引きっていう異常な値引き、はい、8億2000万の異常な値引きっていうのがそこからいい加減な手続きで生まれてきたっていうのは、うん、後のプロセスが全部その事前の価格交渉がポコッと入ることによってリアルに全部インチキだってことが分かった、うんうん、でここで重要なことはもう一つ重要なことは、うん、佐川理財局長が今国税庁からですね、事前に価格交渉したこともなければ、うん、その事前にその決まる前に打診したこともないってこう言ってたわけじゃないですか、うんうん、完全な偽証だと分かっちゃった、うん、でこれはさやっぱ明らかにそうなってくると森友だけじゃないって話になってくるもんね、今ね、そうすると近畿財務局ももちろんそうだし、この事実をに基づいて、うんうん、佐川理財局長をもう一回呼んで、うんうん、虚偽答弁と、うん、いわゆる偽証罪で、うん、これは明らかに罪に問うか、うん、最低でも国税庁長官を更迭しないといけないと、うんうん、でそれからこういう事前交渉が明らかになって、その中で田村なんとかっていう、うん、なんとか室長とかいう人と会ったこともその中にあるわけだから、うん、財務省の方ですね、そう、はい、と昭恵夫人の関与っていうのは何なのかってやっぱり証人喚問しなきゃいけないと、うんうんうん、そうしないとみんな不完全燃焼感は最後までなくならないと、あの値段交渉もそうですけど、いくらまでだったら払えるかって聞くってのはすごいですよね。すごいですよね。そういう聞き方してるってのはもう最初から、うん、あの家計ありき森友ありきって、うん、ありきで交渉してるってことです。いくら払えんだい君って聞いちゃうっていう、でそれにこう合わせていくってことですもんね。合わせて辻褄が出てくるっていうね、うん、そういうことをやってると、で僕はねすごく全部そうで、家計問題の30年に改革っていうのもそういうことなんじゃないの、うん、そうでね、僕はあのちょっとあの畑が違うけど、うん、あの立憲主義が侵されそうになって法律家たちが頑張ってるね、うん、この森友でも268人が告発したじゃないですか、うんはい、東電も東京電力の経営者の裁判も検察審議会で強制起訴になったじゃないですか、うん、で弁護士たちが、うん、あの検察が集めた資料全部ほじくり返してみたら、うん、メールがたくさん出てきて、うん、その津波の装置を、うん、その防衛のための防波堤を作るべきだとか、うん、いろんな設計図まで出てくるっていうことになったら、全く前の裁判と違ってて、検察が隠してたとは言わないけど、うん、真剣に出そうとしてなかったものが全部出てきた。だから事故調査委員会が中途半端に終わったけど、我々は本当に知らない情報がたくさんあることがこれらの人々の奮闘で明らかになっていると。だから諦めちゃいけないと思う。この関係でずっと言ったらさ、なんかこう親しい人々同士がさ、ね、仲良くやっててみたいな、うん、本当にそういうことになっちゃったらさ、公平性が保てなくなるってことだもんね。本当に行政自身が信用できない、うん、税金納めたら、うん、過少申告だって言ったら、おい、なくなっちゃったよ資料とか言えばいいような、なんかモラル全体までは言わないけど。ルーマサお時間が来ました。ルーマサお時間です。ルーマサタイムです。ありがとうございました。